キチャンネル。じゃん。さあ金曜日です。プロ野球総チェックのお時間ですけども、交流戦総チェックということで、皆さん交流戦ね入りましたけども、ここでね勝ち越すか勝ち越さないか、大きく順位を入れ替えれるのか入れ替えれないのか、シャッフルが起きるのかどうなのかっていうね、すごい大事な18戦になりますので、皆さんね交流戦面白い試合続いてますけども、チェックしていきましょう。さあということでね、まずは巨人対オリックス、24日4対2で巨人、25日5対3で巨人、そして26日3対2でオリックス、2勝1敗で巨人の勝ち越しね。オリックスここから上がっていくためにはやっぱり勝ち越していかないときついよっていうところでね、巨人が勝ち越していきましたけども、5月、24日、4対2で巨人ということで、オリックスね先発山岡6回76球3安打7三振1四球2失点と、まあ、4回ね、吉川にライト前ヒットで岡本でツーラン、これのみだからね、この吉川ヒットで岡本ツーランのみの2失点、全体的にはグッピッチね、規定投球回数もいって防御率1位にうなぎ止まりね。で、巨人先発メルセデス、7回107球、6安打7三振、無四球、まあ3つのデッドボール、2失点と。まあ、オリックスは2、3、4、5、毎回ランナー出すも、連打、もう1本出ずっていうところがね、痛かったですね。2回ね、中川センター前、マッカーシーデッドボールで、ノーアウト1、2塁のチャンス作りながら、杉本三振、で、頓宮5、4、3、ダブルプレー。で、3回、これは、2アウトからだけども、安田が、福田がね、セーフティーバンド出るけども、後続続かず。4回、1アウトからね、中川ヒット。で、ワイルドピッチでセカンド行ったけども、マッカーシー三振。で、杉本ファーストフライ。ね。で、5回、1アウトから野口がデッドボールで出塁するも、山岡が3バンド失敗、アウト。で、福田、野口がね、盗塁失敗、アウト。っていうところで、この2、3、4、5、ここでね、特に2回、ノーアウト1、2塁。これをね、得点に絡めれてたら、オリックスのね、勝ちも十分あったかなと。でもそこはやっとね、メルセデスがしっかり踏ん張ったかなと。で、7回ね、やっとオリックス、中川ね、センターツーベース、マッカーシーデッドボール、杉本、センター前。で、ここで頓宮、ショートフライ、野口三振、またチャンス作って点入らないかっていうところで、代打佐野がね、センター前にタブリー、グッここで、同点に追いついて、そこから行くかっていうところで、巨人はね、8回裏、ピッチャーね、オリックスはビドル、代打、マスダリク、フォアボール、で、丸フォアボール、バーッと。フォアボール、フォアボール出てきてすぐ。何やってんのね。で、ウォーカー、レフト前。ね。ここ、バンドかと思った。前回ね、バンドして、その後まあ内野安打ショートっていうのがあったけども、バンドかと思ったけど、ここはね、ヒッティング。ね。で、レフトへ。ね。タイムリー。で、ノーアウト2、3塁になって、で、吉川がね、セカンドゴロ、ホーム、タッチアウト。で、この後、ワンアウト2、3塁。で、岡本のセカンドゴロで1点入って、4対2と、逆転。ビトル。フォアボール、フォアボールがやっぱり痛いよね。で、オリックスはね、8回表、ワンアウト3塁から中川三振、マッカーシー三振、ここが痛い。この8回表に2対2で同点の場面ね、ワンアウト3塁からここで1点取ってたらオリックス、だからオリックス惜しいのよ。勝てたゲーム。でもそこをね、ジャイアンツはよく踏ん張って、ヒット5本しか打ってないからね、ジャイアンツは全体的にね。でもやっぱりそのね、ビドルのフォアボール、フォアボールっていうところをしっかりウォーカーのヒット、この得点にね、繋げたっていうところは非常にグッゲームだった。で、5月25日ね、5対3で巨人というところで、オリックス先発ね、ワゲスパック。5回90球、5安打5三振、1四球3失点。まあ、まあまあか。でも初回のね、3失点だけだから。巨人は、先発、山崎より、5回97球、5安打2三振、1四球3失点。まあ、よ、まあ踏ん張ったか。まあどっちもね、いきなりオリックスもね、初回、福田スリーベース。で、西野がアウトになって、で、宗がね、ワンアウト三塁から、セカンドゴロ。で、吉川ね、フィルダーチョイス。ね、宗、スライディング早い。アウトからリクエストでセーフ。ね。で、ショートフライ。で、マッカーシーフォアボール。で、2アウト2、3、1、2になって、今日は1本出るよっていうところでね、杉本センター前タイムリー。グッね。で、いい感じで2点取って、お、リズムよくいけるんちゃうかと。なったところで、巨人1回裏ね、丸レフト前ヒット、ウォーカーレフト前ヒット。で、吉川がね、ファーストゴロ。で、ここでね、2、3塁になって、岡本がど真ん中、レフトスタンド3ラン。グッワゲスパックも、だから、皇帝のね、攻めだから、サイスリードと一緒なんだよね。ヤクルトの、大体感じがね。でなると、まっすぐの力ガーン行かないと、そこパンって打たれて、立ち上がりね、ストレート乗らないところを、まあ、一発で仕留められたかなと。まあ、ワゲスパックはね、その後、2回、3回、4回、5回と、まあ、ランナー出すけども、まあね、そこは、連で揺さずね、しっかり締めたから、初回ね、立ち上がりもったいなかったからね、ストレート乗らないところがね。で、オリックスはね、5回表、義母がね、レフト前ヒット。で、ワゲスパック送りバント失敗。頑張ろう、パリーグのピッチャーも頑張ろう。ね、日本ハムの加藤とか打ってるぜ。ね。で、福田センター前ヒット。で、ワンアウト一塁
二塁になって、パスボール、バーッと。西野、パスボール、バーッと。取らなきゃ、取れるし。でね、西野はサードゴロ、本塁アウト。で、宗が2アウトに3塁になってから、ライト前タイム、グッと。今日は、最後の1本出るぜっていうところで、3対3、追いついて、問題の8回ぐらい。ね。ピッチャー、ビドル、またビドル。ね。丸内野安打。で、大川時に丸すかさず立って盗塁。もう、すっぱらから走られるからね。もう完全に盗まれてんだよね。で、ファーストゴロ。ね。最低でも、進塁だ。っていうところをね、フィルダーチョイス。サード、セーフ。ちゃんと投げてたアウトだった。判断良かった。でも、後頭、バッと。で、ノーアウト一三塁になって、ウォーカー、すかさず初球盗塁、バッと。盗まれてるって、ビドル。やばいよ、それじゃ。で、ワンアウト二三塁になって、これね、スリーボール。なったのよ。ツーストライク追い込んでスリーボールになって、俺はもうここ、最悪でもフォアボールでもいいと思った、見てて。ね。ストライクからボールなら変化球でもいいかなと。まっすぐだったら際どいとこ。ね。っていうところで、ほぼほぼど真ん中。センターへの勝ち越しタイムリーヒット。こもったいないね。まあ、確かにね、フォアボールにしたらビドルね、押し出しもあるからね。まあ、怖いと。ね。でも次、ポランコ。そしたらもう思い切って、富山に、チェンジっていう作戦もあったね。まあ、結果論になるけどもね。でも、岡本、今岡本いい感じ来てるだけにね、今日もホームラン打って、あそこはもうフォアボール OK でもよかったんじゃないのかと。で、もう出した瞬間、ポランコで富山交代と。押し出しもあるけど怖い。まあ、わかる。まあ、ここは難しいね。でも岡本、グッと。ね。で、結果5対3で勝ったんだけども、ここでね、言いたいこと、一つあります。はい。7回裏、問題は、巨人、ね、1点、同点の場面で、ね。先頭、大城、フォアボール。で、ここで代走、湯浅出てきて。で、次、8番、中山。送りバンド。キャッチャーフライ。まあ、バンドのバットだね。ここは一つ。でも、代走、湯浅。フライ上がってんのに、一歩飛び出したから。一歩飛び出したからね。フライ見てから一歩飛び出したから、ね。で、戻り切れずアウト。いや、そこは、ストップでしょ。もう万が一、落とされて、ダブルプレイは仕方ない。最悪、ファーストセーブ。あと、バッター、中山、バーッと。バンドして、フライ上がって、走れ。ね。あそこのまま置いて、キャッチャー持ちワンバン落として、ダブルプレイになったらどうすんだよって。やったものは仕方ない。その後挽回して走らなきゃ。バンバンバン岩佐と二人で、ね。まあ、結果岡本が打ったからね。よかったけどね。そして、26日、3対2でオリックス。というところでね、この一戦発オリックスね、山崎幸也、7回109球、4安打5三振、1失球と、全体的にグッピッチ。ね。まあ、ここまでもね、いいピッチングで、来てたんだけどね。なかなか、勝ち星に恵まれないっていうところで、この試合でね、今季初勝利っていうね、いうところ、なりましたけども、非常に、変化球、テンポ良くてね、アウトコースの制球力も良くて、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。巨人先発菅野ね、6回91球、7安打2三振、1四球1デッドボール3チーテッド。勝ちたかったね。菅野だからね、ここ3連勝で巨人は行きたかったところでね、まあその中で、初回、オリックス、福田内安打。で、セカンドね。まあ、でも、とってもセーフだね、あれは。で、2番胸、セカンドライアンド。だから、ここがね、菅野の不運だね。打ち取ってんだけどね。ちょっと飛んだところが悪かったね。まあ、これも別にね、アウトにできない。で、ノーアウト1、2から、大城をバンと。で、中がきっちり粘って、12球目、レフトへ、犠牲フライ。グッと。なんか、タイミングの取り方安定してるね。中がね、いいね。バット結構長く見えるけど、コンパクトに振るっていうところは、非常にいいかなと。で、3回表、福田デッドボール。ね。で、盗塁。で、胸フォアボール。で、義母、送りバント成功。ね。そして、4番、中川。セカンドゴロの間に行ってあげる。これも、菅野のところでピッチャーこう弾んでね。だからもう菅野不運だね。ついてね。この2点の取られ方ね。で、4回裏、丸がね、宇宙海ホームラン。グッチ。ね。でももう、岩崎たちはこれぐらいだったね。本当に。まあ、そこをよくね、丸も仕留めたっていうところあるけども。で、取られてすぐ、これね、オリックスで、ね、よかった。5回表ね。まだ福田が、レフト、ツーベース。ね。で、胸が、ライト、フライで、タッチアップ。で、ワンアウト三塁。で、ここで義母が、レフトへ、犠牲フライ。だから、福田も、義母も、この、引っ張りにかかってないっていうところがいいね。しっかり反対方向へ引きつけてっていうところでね、きっちり。だから、もう、オリックスはきっちり犠牲フライ。内野ゴロの間、犠牲フライと。タイムリーは出てないけども、非常に効率いい、いい感じのね、点の取り方で。まあ、エースって、菅野って考えたときに、非常にいいね、形の、何としても1点取るっていうところでは非常に良かったんじゃないでしょうか。でね、山崎たちは7回まで行って、8回から本田、ね、出てくるけども、ピッチャー変わった途端に、立岡が代打、ライトでツーベース。で、松原セカンドゴロの間に3塁行って、で、丸はライト線、タイムリーツーベース、ね、一塁線抜けていく。
で、その後、ウォーカー三振して、で、吉川、内野安打、また岡本来た、岡本祭りかっていうところで、ここね、盗塁あったけども、しっかり三振、打ち取って、まあ、ピンチ脱出。で、9回は平野がね、3人で200セーブ達成、いくっていう。ね。で、きっちり勝ち切って。まあ、オリックスとしてはね、12本ヒット打ってるから、持ってね、取れるところいっぱいあったけども、なかなかね、タイムリーっていうところが出なかったけども、まあ、投手陣ね、山崎達也含めて、本田、平野、非常に粘り強く。ちょっとバタバタしたけどね、本田8回で、ね、ちょっとマナ8回っていうところでね、あったけども、まあ、なんとか勝ち切って。結果ね、2勝1敗で、巨人の勝ち越しでした。ついで、中日対西武。24日5対8でセーブ、25日1対2でセーブ、そして26日6対3で中日ということで2勝1敗でセーブの勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、5月24日ね、8対5でセーブ、コロナ復帰、ウネンティ、ウカイ、ね、出産立ち会いのオグレディ、まあ、復帰大活躍ってね、いうところになりましたけども、まあ、西武先発ね、佐藤、3回59球、3安打3三振、3四球3失点と、まあ、全体的に、制球も、ちょっと甘くね、ちょっと切れもなかったような感じがね、しましたね。で、中日小笠原、3回3分の1、81球8安打、3三振、2四球6失点、もう甘め、変化球がね、甘め、真ん中目に入っていくっていうところでしっかり制球できず、まあ、どっちも同じようなね、感じにね、まあ、なってしまいましたね。ということで、まあ、攻撃面においてはね、いきなり西武はね、先制、交流戦始まってすぐね。ワンアウトから、滝沢レフト前ヒット。で、オグレディの時に小笠原暴投。で、フォアボール。ワンアウト一塁から山川がね、レフト前タイムリーヒット打って満塁になって、ウネンティンがライトへタイムリー。ガッて。その後、アイドがね、ツーベースで、2得点。ここで結構ね、3点。いきなりいい感じで。で、しかも2回表ね、今度は、出産立ち合いから復帰した、オグレディがね、しっかり、ワンアウト3塁から犠牲フライ。こういうところで1点取るの大きいね。でもその後中日もね、2回表、フォアボールランナー貯めて、木下のセンタータイムリーヒット。で、2回裏も、鵜飼のね、復帰。宇宙海ね、ホームラン。で、阿部のね、ショートゴロの間に1点入って、ここ、もう接戦だね。どっちの両先発ともね、なかなか制球つかず。その中で、4回表にね、ワンアウト1塁からオグレディがね、2点タイムリー、ツーベースっていうところで、一気にね、引き離したのは大きかったね。でもこの4回の時にね、まあ一番の注目どころは、ワンアウトからね、殿崎が叩きつけてショートへ内野安打。ね。で、滝沢がね、高橋周平、ファンブリーのに出塁するんだけども、その後ね、オグレディタイムリー。ね、この、殿崎滝沢のね、足の速さっていうところがね、滝沢もヘッドスライディングっていうところがね、あったけども、この足の速さっていうところでチャンスメイクして、で、オグレディがヒットっていうところでは非常に良かったんじゃないでしょうか。ね。で、殿崎で言えばね、2回のオグレディのね、犠牲フライも、殿崎の足速い。結構定位置だったからね、そういった時では足でもぎ取ったね、1点だったと思います。で、7回ね、ウネンティのライト前、ホームラン。ライト前じゃない。ライトへホームランね。これが決定打になったかなと。で、まあ、中日はね、まあ、8回裏にね、2点、ビシエドのね、タイムリー、そして福留のね、犠牲フライで2点取るけども、やっぱ走ってはね、結構、痛かったんじゃないのかな。そして、25日ね、1対2でセーブっていうところで、セーブはね、ヨダ、6回87球、3安打3三振、2球1失点と、まあ、ストレートね、力強く、制球力もすごいよく、安定したピッチング、前回に続いてね、ピッチング。ね。ヤクルト先発ね、高橋、6回102球、4安打8三振、2球1デッドボール2失点と、まあ、初回のね、3者連続3三振はね、グッと、低めの制球もできて、非常に素晴らしかったと思います。まあ、その中でね、中日は1回裏、岡林のね、センター3ベース、で、鵜飼犠牲フライと、いい形で先制したんだけども、セーブはね、すぐ2回表、ね、山川、このスプリットが高めに浮いたところを、レフトへホームラン。で、5回表もね、高めのストレートを浮いたところを、相手もね、詰まりながらだったけども、センター前。で、ここがバンド。ね。で、続いて、ランナー、2塁から、相手が3投、グッチ。中日、バーッと、無警戒。もう、投げる前からスタート切られてたからね。で、3塁行って、で、川越が高めに浮いたスプリット、センター前。タイムリーヒット。ね。こういったところは卒のない点数。ね。で、その後はね、ヨザから、水上、平、マスター、グッドリー。ね。中日はもう連打もなく、打つ手なしっていうところで完敗だったかなと。まあそういったところではね、しっかり、主砲が打って、先発が抑えて、7つきだ。ね。こういったところでね、やっぱり、西武はね、防御率非常に今年はいいんでね、いい形で進んできてるんじゃないですかね。で、こうやってね、2連勝。で、3戦目に、森が復帰。ね。初、故障明け、初スタメンで。どうなるのかっていうところで、まあ、結果としてはね、中日が、6対3でね、勝ちっていうところになりましたけども、中日先発ね、松葉、5回90球、5安打3三振1失点と、グッピッチ。ストレート結構キレあったね。
で、そこからまっすぐ行ってからのカットボールとかね、非常に曲がりもね、遅くて、このストレートの力強さっていうところが、いいピッチングにね、繋がったんじゃないでしょうかね。で、その中でね、中日は、4回裏にね、岡林フォアボール、で、鵜飼ピッチャーゴロ、で、ビシエドレフト前、で、ワンアウト一三塁作って、石川三振するけども、阿部タイムリー、で、木下タイムリー、高橋タイムリー、3連続タイムリーで3点、先制するんだけども、西武先発、隅田ね、4回93球、5安打4三振、1球3失点するんだけども、このね、まあ、岡林のフォアボールが痛かったんだけども、この阿部、木下、高橋っていうところのタイムリー、阿部もね、低めのいいところのカットボールね、うまい感じで引きつけてね、阿部がセンターに打ったっていうのもあるし、木下の時もコースは甘かったけども、低めにしっかり来てるとこを無理に引っ張りにかかるんでライト前っていうね、この阿部、木下のね、バッティング、グッド。ね、隅田そんなに悪くなかった。でも最後の高橋周辺の時はもうさすがに我慢しきれず高めに浮いたところをね、レフト前っていうところで、まあ、無理にねこの3人引っ張りにかからなかったところがコンパクトなスイングでっていうねこの3連打につながったんじゃないのかなと。だから隅田そんな悪い感じしなかったけどね、この打った方がねすごかった。あとはまあ岡林のフォアボールで痛いで5回表ね西武ね昨日同様取ったら取り返すっていうところで相手レフト前で滝沢アウト川越アウトになるけども2アウト1塁から代打栗山がセンター前でその際がねレフトにタイムリーツーベース打ってその後2アウト2、3塁から森がねセンターフライここでもう1本欲しかったね。そしたらちょっとどうなってたか分かんないけども今日の中日はね粘り強い5回の裏取られたらすぐ行くぜっていうところでピッチャーね宮川に代わって先頭大島フォアボールで岡橋の時多分あれサイミスだね森がこうなってたからねサイミスでパスボールねで鵜飼ワンアウト3塁になってレフトタイムリーヒットこの1点大きかった。中日は逆にねこのミスからの失点っていうところは西武はね痛かった。で6回裏ねピッチャー森脇に代わって、石川センター前阿部ライト前で木下送って高橋周平がセンタータイムリーヒットでね昨日の試合からガラッとね中日も打順を変更してそれがね功を奏して打線がつながるようになったんでこのねベンチの打線を入れ替えるグッとねで代打福留今季ね初カーボライトねタイムリーツーベース今季初ヒットグッとまだまだおじさん頑張れねお料理したりした。で、まあ、9回表にね、山川、宇がチャンスを作って、次がね、タイムリーに並んだ。で、中村の内野ゴロで1点取るんだけども、ま、さすがにね、6対1から逆転というのは痛かったかなと。まあ、結果ね、6対3で中日の勝ち。全体的には西武のね、2勝1敗で勝ち越しっていうところになりました。続いては DeNA 対ソフトバンク。24日4対3で DeNA、25日8対2でソフトバンク。そして26日が5対1で DeNA。DeNA の2勝1敗の勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、24日ね、4対3で DeNA。DeNA 先発今永ね、6回101球、4安打5三振、3四球2失点と、まあ立ち上がりね、2失点したけども、状態はね、悪く見えなかったような、感じます。ちょっとね、3つのフォアボールっていうのがね、あれだけども、そんな、すっごい調子悪いような感じは見えなかったですね。で、ソフトバンク先発石川ね、5回3分の2、96球、10安打3三振、無四球3失点と、まあなんとかね、粘りの投球、10安打許すも無四球だったのがね、非常に大きかったんじゃないでしょうか。で、ソフトバンクはね、初回、三森フォアボール、今宮レフトツーベース、で、柳田ね、センター犠牲フライ、で、ワンアウト三塁になって、このグラシアルのレフト前ヒット。このね、2点目がね、非常に大きかったかなと。DeNA はね、3回裏、1番にね、座った佐野がライトホームラン。で、4回裏、峰井ね、パワーカーブ、ボール球だったんだけど、センター前、タイムリーヒット。あのヒット、峰井、大きかったね。やっぱキャッチャー打つとね、いい感じでね、打線がしっかり回ると。でね、6回ね、桑原がセンター前ヒット。で、柴田バント。で、峰井のね、セーフティーバント。あ、自分でやったんだろうね。まさかノーアウト一塁からバントバントで、ツーアウト三塁しようみたいな、高校野球みたいな作戦ないよね。あれ、多分峰井が勝手にね、やったんだろうね。で、その後ね、ツーアウト三塁になって、ヤマトがね、ライト前タイムリー。グッと。大きかったね。バントバントでこう1点取るっていうね、非常に、珍しいプレーだったけどね、このヤマトのヒットでね、全部が生きたっていうね。で、ソフトバンクはね、ピッチャー交代してね、伊勢から7回表ね、松田センター前、で、カイバント、ね、で、代打、牧原、レフトへ同点タイムリー、これいい形で、ね、同点になって、でも DeNA はね、8回裏、またよし出てきて、パスボール、カイ、バント、取らなきゃ。まあ多分、カットボールかスライダーかなんかだって、その前もね、若干抜け気味でも曲がってきたけど、抜け気味で曲がらなかったんだろうね、自分の予想よりは。それでパスボール。バッ。それ仕方ないね。で、ソフトバンクはね、5回表に、三森レフト前、で、今、三森のね、1、2塁が深いところをセカンドゴロで、三森一気に3塁行って、グッソー塁なのよ。判断も良かった。でもヘッドスライディングが、すごい良かったんだけど、勢い良すぎて、サードベース越えていっちゃって、タッチアウト。まあ仕方ないね。あれはね、あれはもう走塁、褒めてやりたい。でもこのソフトバンクの負けは、最近ね、又吉が出てきて、負けてるっていうところもあるんでね。この負けはちょっとね、
痛かった。しかもパスボール。でも俺はここで痛い。そこまで回に全試合出場、こだわらなくても、休ませてやって、体も頭もリフレッシュしていくっていうのも、一年間戦うことによっては、ね、一歩下がって二歩進むじゃないけども、ね、遠回りしたからって言ってもね、それが近道だったりもするしね、俺は無理に、ね、で、選手はそれは出たいよ。戦い続けるよりも、休ませて、他のキャッチャーにも経験積まして、回も体も頭もリフレッシュさせて、ね、次進んでいくっていう方が、俺はいいような気がするね。そうじゃないと全体的に疲れていくからね。まだしかも序盤だしね。俺はそういったところで一週間に一回ぐらいね、違うキャッチャーが出て、回にね、すべてのリフレッシュを兼ねてね、戦略的にね、ポジティブなね、このベンチスタートっていうのをね、俺はどうなんかなって思う。個人的にはね。で、25日ね、2対8でソフトバンクっていうところで、ソフトバンクね、先発東山、3回9、58球、3安打、三振1つの1つのフォアボール、1失点と、まあ打球がね、足に直撃して、まあ、交代っていうところで、まあ、これは仕方ないかな。打席に立ったからいけるかなと思ったけどね。まあ、ほんで松本、ね、その後、急遽登板になって、4回60球、3安打3三振、1球1失点と、勝利投手、グッと。まあ、ここはね、難しいところで、しっかりね、4回を1失点で、まとめたなと。まあ、これでひょっとしたら次、先発っていうところね、あるかもしれない。で、DeNA 先発ね、ロベロ。4回3分の1、72球、6安打5三振、1球1デッドボール、7失点と。まあ、基本ね、打たせて取るタイプ的に、エラー3つは、きつかったね。まあ、その中でね、ソフトバンクは、先制ね、初回、柳田のね、レフト犠牲フライで1点取って、幸先スタート取るけども、まあ、4回表ね、柳田フォアボール。で、グラシアルのね、ショートゴロ。エラー、ファンブル。ダブルプレイ。取れたよ。あれは、確実に。あれダブルプレイ取ってたら、その後の失点はね、なかったと思う。ね。そう考えるとね、ショート、柴田、バーッと。ね。もったいない。で、その後ね、中村晃、バントね。2号さん、ダブルプレイ。ミネイの出足、グッと。あ、よかった。スッと立ってね。で、ここでね、あ、まあ、エラー、柴田のエラー救ったなっていうところでね、チャンスついえたかっていうところで、ね、ツーアウト2塁から、牧原、レフト、タイムリーツーベース、グッと。この1点。このヒットをね、非常に大きかった。ね、3回ぐらいにね、柴田のセンター前タイムリーツーベースでね、同点に追いつかれてただけにね、だから柴田いいところで打ったのにね、あのミスっていうところが痛かったね。でもその後ね、しっかり4回裏ね、牧野、左中間のホームランで同点になった後に、ね、5回表、回レフト前ヒット。で、松本スリーバンド失敗。頑張ろ。頑張ろ。パリーグのピッチャーも。で、三森のね、ファーストゴロ外、セカンドで悪送球。バーッと。まあ、三森だからひょっとしたらダブルプレイ取れなかったかもわかんないけど、取れてたらこの6失点ないからね。その後、川瀬、センター前、ヒット。で、柳田、押し出しデッドボール。で、グラシアル、センター前、タイムリー。で、ピッチャー、砂に変わって、中村晃、ワンアウト、一塁から、フォアボール。で、ワンアウト、満塁から、また、牧原が、センターへ行き、犠牲フライ。で、柳町、ライト前、ヒットで、今度また、ミネイが、帰ってきたやつね、セカンドへ、悪送球。あれ、タイミングセーフだったからね。で、また、点取られて。バーンと。ミス。これでもう、8対2。まあ、その後ね、リリーフが、踏ん張って、ソフトバンクの勝ちだけども、やっぱ DeNA、これミスね。もったいなかったね。いい形で攻撃陣いいだけにね、守備もうちょっと頑張っていこう。ね。で、26日ね、5対1で DeNA というところで、ソフトバンク先発杉山、5回70球、6安打3三振、2四球、3失点と。ね。序盤いい形でね、進んだだけに、ポンポンポン。まあ、DeNA 打線が感じがいいからね、真ん中パワーピッチだったけども、仕留められたかなと。でね、DeNA 先発浜口ね、交流戦、負け出しの7連勝。ね。5回99球、3安打5三振、7四球、1失点。よく踏ん張ったね。7四球で。ね。これはね、もうね、一番褒めたいのはね、キャッチャー。ね。ミネイ。7四球で。ほんと苦しかったと思うよ。キャッチャーは。いろんなことも含めてね。リズムも悪くなるし、7四球で。それをね、よく1失点でね、リードしたっていうね、ミネイに、グッドリリーフあげたいね。まあ、その中でね、ソフトバンクはね、初回、2番中村のね、レフトスタンドで、先制ね、ホームランで、またね、前日の流れをいい感じで来るけども、まあ、4回の裏にね、牧、ライトへ、同点ホームラン。すごいね。広角にホームラン打てるっていうのはね、非常に、素晴らしい。で、この後もね、この1点で終わらずね、外センターツーベース。で、海老名がね、セカンド、犠牲、進塁打打って、関根がね、犠牲フライ。で、この1点。これがね、非常に大きかった。で、ここで逆転。ね。で、5回裏にね、佐野がライトスタンドへ、ホームラン。6回裏、この峰井。ね、ワンアウト2、3塁からサード、松田ね、フィルダーチョイスで1点入って、で、ここで終わらないで、満塁になってから、佐野がね、まあ、セカンドゴロで、内野ゴロの間に1点っていうね、まあ、これドラフト作だけども、追加点2点っていうのは非常に大きかったし、まあ、一番ね、
大きかったのはね、この5回表ね、三森フォアボールで野村アウト、柳田フォアボール、この時盗塁挟んでね、ワンアウト一三塁になって、浜口の暴投でセカンファーストランナーだけがセカンド行って、でワンアウト二三塁になって、もう内野後ろでいいよと、もうこう最悪同点仕方ないよっていうところで、グラシアルのセカンドゴロよ、定位置から三塁ランナー三森なのに牧取ってホーム投げてタッチアウトね、リクエストになったけどもアウトねっていうところで、牧ビッグ、あれは素晴らしいね。なんかあったらホーム狙ってやろうと最初から思って、大体普通はよ、普通はもう後ろだから、なんかあってももうファーストアウト OK、 1点 OK やと、もう仕方ないと、ベンチの作戦だしっていうところがねある中で、あの後ろからそんなめちゃくちゃ体勢良かったところじゃないけども、取ってからホーム一目散で、しかもホームめちゃくちゃ肩も強いし、ナイスボールガーッと、素晴らしいね、あのプレー、あのプレーがね、その後のとね得点も加算で非常にねいい形の勝ちになって、でホームランも打って攻守に当たる牧ビッグ、もう牧だけにね、牧ね、非常に素晴らしかったかなと。でね、ソフトバンクは本当にね、もう一本出ず、1回3回、4回、5回、6回、で8回、最後ね、ツーアウト一三塁から渡辺がね、三振っていうところで、もうフォアボールで何回もチャンスくれてるのに、最後の一本出ずっていうところでね、まあ、敗戦。まあ、これも、勝とうと思ったら勝てた試合だったけども、やっぱそうね、DeNA の、まあ、マキサロのホームランとね、あの守備っていうところでね、非常に頑張った。あとミレイ、グッド。ね、非常に浜口をね、リードしたのは大きかったかなと。7、9で1失点だからね、非常にバックもそうだけども頑張ったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。続いて、阪神対楽天、24日1対0で阪神、25日6対1で楽天、26日1対0で楽天、楽天の2勝1敗の勝ち越しっていうねところになりましたけども、まあ、24日ね、1対0で阪神というところで、楽天先発ね、田中マー君、6回87球6安打5三振1球1失点と、で阪神ね、先発西、6回101球、8安打6三振1球1デッドボール無失点と、まあ、両チームねチャンスを作りながらなかなか一本出ず、最後はね大山が攻守でグッとビッグプレーっていうところにね、なりましたけども、阪神はね初回近本センターオーバーツーベース、中野バントでマルテフォアボールで佐藤463ダブルプレーね、4回中野がね、レフトへ、スリーベースでノーアウト三塁からバルデショートゴロ、佐藤センターフライ、大山、ファーストファールフライで、クリーンナップが1点返せずね。で6回、中野、セカンド内野安打、マルデ、レフトフライ、佐藤センターフライ、ここで盗塁してやっと大山がセンターへタイムリーヒット、しかもねこの6回表にねレフト大山、渡辺のねレフトフェンス際ポール際のね大飛球をジャンピングして激突しながらキャッチグッドからの6回裏のタイムリーっていうところでね、まあ、この1点でしっかり勝ち切ったっていうところはあるけども、楽天はね、もう2回以外、全イニング出塁。1回、3回、4回、7回、9回はね、得点圏で1本も出ず。ね。で、4回ね、この隅谷の進塁打意識のね、右打ち。でも、よかったよ。あの1、2塁からのね、最低でもっていうところでね。でも、ダブルプレイあるんだよね。足が遅い。右バッター、特にね。だから何でもかんでも、ランナー、一塁にいて右打ちなきゃたまに言う人いるんですけど、だけど足速かったらいいけど、普通とか右バッターとか本当ダブルプレーになるからね、意識はかなり出たからね、良かったんだけどね。で7回にね西からね、渡辺に、ピッチャー交代して、そこでねしっかりグッピッチ抑えたっていうところはね非常に、大きかったかなと。7回ね、隅谷センター前で、山崎ピッチャーね悪送球によって出塁して、でこうノーアウト一二塁からね渡辺に代わって西川送りバントでねワンアウト二三塁作るんだけども、小深田三振で浅村がね、ライトフライで、しっかり抑え切った。ここ逆に楽天はここでね得点しとかなきゃいけなかったかなと。でもまあ大山のね攻守にわたる活躍でしっかりね1対0勝ち切ったからと。25日ね6対1で楽天、楽天先発ね金島2年ぶり先発で、2年ぶり先発で初白星ね、こういう右左肘手術から復活グッてね、5回68球3安打2三振1球1失点と、本当に丁寧にね投げてフォームのバランスも良かったですし、こう力感もねこのなくゆったりとしたフォームで丁寧に低めにコースにねしっかり投げ切れて特徴出たんじゃないのかなと思います。で阪神ね先発西純也、5回87球8安打3三振1球4失点と、まあ、前回のね好投に比べたら球ね全体的に高くてスプリットも高いところをねそこを通過されたかなと。で楽天はね、浅村3回、センターへ先制タイムリーで、5回レフトへねツーラングッズ、やっぱ浅村打てば強いね。
で、7回ね、代打銀次、レフトへ満塁からね、タイムリーヒットっていうところでね、もう代打の神様が楽天にいるぜっていうね、形。で、阪神はね、2回大山のね、レフトへのホームランで、先制したもののね、もうあとはしっかり金芝にね、抑えられ、リリーフに抑えられ、うっせえだしっていうところだったけども、やっぱ浅村がね、打てば、やっぱり楽天もね、強いなっていうね、形が見えましたね。そして、26日、1対0で楽天ということで9回ね、1点取るんだけども、楽天先発ね、岸、7回107球、3安打6三振、無四球無失点と、非常に素晴らしいピッチング。で、阪神先発ガンケルね、7回100球、3安打5三振、3四球、1デッドボール無失点と、まぁ、ちょっとね、制球割れてランナー出したけども、粘りのピッチングで非常に良かったんじゃ、ね、ないでしょうかね。まぁ、この時もね、まぁ、結局ね、こういうね、初回、24日もそうだけど、よく、うちの対戦カード、短いって言うんだけど、1対0とか、正直、そんな動かなくて、ね、ヒットも出なかったら、熱く勝つ、語るって、なかなか難しいんですよ。全試合見てる中でね。まあそういったところではね、楽天もね、浅村がね、やっぱり浅村打たないとなかなか厳しいしね、こう3回表もね、ツーアウト1、3塁入れるけども、浅村ね、見逃し三振っていうところもなるし、その他もね、打たし取るっていうところでね、あとまあ西川がね、ツーアウトからヒット入れて5回ね、盗塁試みるからも長坂、ぐっすろ、ですね。そういったところでピンチをね、広げていかない。もう、で、7回表もね、渡辺がレフト前ヒット入れて、で、辰巳のね、ショートゴロの間にね、一塁っていうところになるけども、その後ね、辰巳のまだ盗塁、アウト。長坂、ナイスプレー、ね。こういったところ非常に大きいね。その後マルモレフトフォアボールなんだけども、まあね、隅田にアウトに取ってっていうね。阪神はね、その7回の裏にね、大山、ツーベースで出て、佐藤ね、アウト、糸井アウト、で、糸原アウトでね、1点取れずっていうところでね、まあここノーアウトね、2塁から佐藤ね、レフトフライなんだけども、なんかチェンジアップを当ててね、ここでね、進塁打打たなきゃいけないんだって、佐々木チャンネルいつも言うんだけども、4番は進塁打、打たなくていいです。ね、思い切っていきましょう。打ってほしいよ。打ってほしいけども、まあ、難しいね、ここ。引っ張ってほしいけどね。多分スリーツーだからやっぱ三振もしないように、フォアボールっていうところも頭に入れてコンパクトになったけども、まあ、4番だからね。でももうちょっとしっかりスイングして思い切って引っ張ってほしかったね。全体的にはね。そういったところはあるけども、まあまあ、ここはいろんな問題あるよ。ね。仕留めきれなかったっていうところがそうだけども、まあしっかり引っ張って思い切って4番らしくね、引っ張っていってほしかったっていうところはあるけどもね。まあ、皆さん、どう思いますか。ね。で、3回裏はね、ガンケルが下手して入るんちゃうかっていうぐらいね、ツーベース出るけども、まあ、近本中野はね、続けなく。まあ、ここはなかなか難しい。岸もいいピッチングしてたからね。で、その中ね、9回表、ね、渡辺がセンター前ヒット。で、辰巳バット。で、ワンアウト二塁になって、マルモレホスね、三振。で、隅田にセンター前ヒットで、三塁、ストップ。まあ、あれは止めるね。ちょっと返球それたけども、まあ、あれは止めなきゃいけないね。結果的にそれただけでね、言ってたら多分アウトになってた。で、ここで、代打の神様来たよ。代打銀次。岩崎から、つばり高もレフト前に、くわって。代打打率7割強ってすごいね。で、この1点をね、守り切って、最後はね、9回裏、松井裕樹がね、3者連続三振、グッピッチ。ね。ということで、1対0で勝ち切り。楽天をね、2勝1敗で勝ち越し。阪神、ここからセリーグね、交流戦で9勝1点だけで、前回と勝ち越ししなきゃいけなくて、初戦勝っただけにね、これ負け越し、痛い。敗戦になりました。続いて、広島対ロッテ。24日、7対0でロッテ。25日、5対2で広島。そして26日、6対3でロッテ。ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、24日ね、7対0でロッテというところで、ロッテ先発石川。7回95球、3安打6三振、1四球無失点と、もう制球力抜群。特に変化球、ストレート、コンビネーション。ガッと。ね。で、広島先発、床田ね。7回95球、4安打4三振、2四球3失点。まあ、悪くないんだけどね。まあでもあと、フォアボール、あと足使われてっていうところでね、失点っていうところはね、ちょっと痛かったかなと。まあロッテはね、初回高部、レフト前で盗塁。で、中村セカンドゴロでワンアウト三塁になって、マーティンがライトへ犠牲フライ。でね、広島も初回、野間がレフト前。で、こう、菊池バント。で、西川さん、ファーストゴロで。で、マクブルーム三振。結局これ足使えるのはね、ロッテは高部の足を使った。ね、広島は野間の足を使えなかった。っていうところでね、このやっぱり高部の足っていうところがね、非常に大きかった。ここで対照的な同じ状況でね、初回でしたね。で、ロッテはね、5回、岡フォアボール、エチェバリア663ダブルプレイになって、ここでね、チャンスついえたかってなったところで、安田フォアボール。で、松川がね、センターオーバー、タイムリー、ね、ツーベース。これ大きい、松川。グッ
この1点大きかったね。で、6回、高部ね、ライトでツーベース。中村バンド。で、3塁作って、マーティンのね、ファーストゴロの間に1点。で、8回、松川フォアボール。で、代打、柿沼バンド。で、高部フォアボール。で、中村がね、レフトへ、もう試合決定づける、スリーラン。9回にも、広島ね、ピッチャーターリー。8回はね、ピッチャー、松本だったけども、ターリー、岡はデッドボール。で、ここでね、盗塁。で、エチェバリアフォアボール。パスボール。で、3塁へ。で、また、エチェバリア盗塁。ね、動画は、レフトへ犠牲フライ。もうバッテリーボロボロです。バッと。もう、何やってんデッドボール、パスボール、フォアボール、盗塁、みたいな。もう、あと、盗塁されすぎね、カープは。もうちょっとそこ、しっかりやっていかないと、全体的にね、これも坂倉が指して、やっとね、今季っていうところはあるけど、まあ、ピッチャーのね、クイックとかの問題も、ひょっとしたらあるかもわかんないけども、まあ、共同作業だからね、ちょっとそこ改善していかないと。でもうね、足とフォアボール絡みでもう失点しまくりだからね、この初戦。で、まあ、広島としてはもう打つ手なしよ。ね。で、ロッテはね、4回、マクブルームのね、このサードゴロ、安田の守備もひどい。後ろ下がって手だけみたいな、もう、雑。バッと。はい。25日、5対2で広島。というところで、ロッテ戦も東島ね、5回80球、7安打、3三振、1球3失点。制球が、ちょ、甘め全部入って、珍しいね。ちょっと今年一番悪かったんじゃないのかなっていうようなね、投球に見えましたね。逆にオリックス先発エンド。6回3分の1、82球、4安打2三振、2球、1デッドボール、2失点と、腕しっかり振れて、カーブ、このフォークの低めの、制球、あと抜け感、非常に低くて、良かったんじゃないでしょうか。ロッテはね、2回表、岡のね、ホームランで先制して、いい流れね、昨日から。来たけども、まあ、2回裏ね、坂倉の、セカンドゴロ、中村ファンブル、バーッと。で、その後ね、連打が続いて、ノーアウト満塁になってから、今度はね、この日は、ロッテがエラーとフォアボールで押し出し、バーッと、なるんだよ。まあ、2回裏ね、中村の、ファンブルで坂倉出て、で、小園がね、ライト前ヒット。で、ウグサがね、内野安打になって、ノーアウト満塁から、磯村ね、押し出しのフォアボール。この後、エンダーの1、2、3ダブルプレイ、痛かった。いいバッティングだったけどね、小島が止めて足でね。まあ、ここも、わざと三振だった。ありだったんちゃうかって俺は思うけどね。で、ここ、まあ、勝ったからいいけどね。ちょっとここなんかね、うーんって思ったね。見ててね。で、5回裏、ワンアウトから、ノマヒット。で、菊池アウトになって、西川ライト前。で、マクボルボはね、勝ち越しのライトへ、三塁線抜けるね、タイムリー、ツーベース。で、6回裏にも、小園がね、ヒット入れて、宇佐三振。で、磯村ね、レフト前ヒット。遠藤ここは送りバントきっちり決めて、ツーアウト2塁からね、ノマ、菊池のね、連続タイムリーで2点。こういったところでしっかりね、この中押しできたのは大きかったからと。この沼のね、感じ見てたらやっぱり、わざと三振、ありだったんじゃないのかなと。で、7回表ね、ロッテはレアードに一発出るけども、あとはね、きっちり、広島がね、勝ち越したかなと。逆にロッテはね、ミス、フォアボールっていうところがね、失点に絡んで非常に痛かったかなと思います。まあ、全体的にロッテはね、4安打だからもう2得点、まあ、ギリギリかな。まあ、これはもう仕方ない。乾杯っていうところでしたかね。そして、26日、6対3でロッテっていうところでね、ロッテ先発川村、3回55球、6安打、1失球、2失点っていうところでね、もう3回で降板。4回のね、表に、ショート内安打打ってんだよね、川村。でもそれで4回裏から交代だから、怪我じゃなかったらいいけどね、どうなんだろうね。ちょ、バタついたかし、まあ、その、2アウトから代打出すのももったいないと。だからもうこれ川村アウトでいいと。ね。で、次の回、高部から始まったらいいよね、と。そしたらヒット打っちゃって、高部がアウトになっちゃって、みたいな。でも交代決めてたよ。って言うんだったらね、まあいいけどね。ちょ、そこ怪我とかじゃなかったらいいけどね。ちょ、そこなんかちょっとね、心配かなっていうところはね、ありましたけども。まあね、川村やっぱりね、勝ち運あるね。ちょっとバタついたけどね。で、広島ね、先発栗。4回3分の1、9で7球、8安打6三振、2球6失点と。いかれちゃったね。まあちょっとフォアボールからっていうのもね、こうなんかこの3戦とも、なんかフォアボール、ミス。っていうところがね、こう失点に絡んでいって、そこが勝負点になったかなっていうところはあるけども、まあ、広島はね、初回、野間がね、ツーベース打って、菊池がね、進塁打、セカンドゴロ。で、ワンアウト三塁から、きっちり西川がね、タイムリーヒットを打って先制してね、昨日からのいい流れを持ってね、来るけども、まあ、2回の表にね、佐藤、マクブルームね、エラーで、バーッと、ほら、ミスと、フォアボール。で、レアードが、レフトスタンド逆転ツーラン、レアード。前回から2打席連続。レアード、マーティンが打ち出すと怖いよ。で、3回の表にも、きっちりね、ワンアウトから高部フォアボール。で、中村がね、レフトへヒット打って、で、ワンアウト、1、3塁からマーティンがね、ライトへタイムリーヒット。こういったところもフォアボールから、来てるし。で、3回の裏ね、広島も菊池がね、ツーベース。で、西川の、ショート、フィルダースチョイスにオールセーフっていうね、エチェバリア。やるよね。で、ノーアウト1、3塁から、マクブルーがね、犠牲フライ打って、ということで1点。ね。で、4回裏にも、野間が、2アウト2塁からね、同点タイムリーで3対3。
同点なるけども、5回表、中村フォアボール。で、マーティンアウト。で、佐藤ライト前ヒット。で、レアードがレフトへ勝ち越しタイムへ。で、角中、ライトへ勝ち越しタイムへ。角中くん。お、角中いいね。打ったし。スタメン。あるんじゃない ?DH とか。レアード守らせて。あるね。守備もね、あるかもしんないけど。おっさんだからね。疲れるから。DH、あるね。いいね。ね。で、結果ね、6対3でロッテの勝ちになったけども、やっぱりこのね、ミス、エラー、広島ね。まあ、お互いそうだね。このなんか3連戦、フォアボール、なんか、エラーっていうところでね、この勝敗がついたかなっていうところでは、もうちょっとね、どっちともきっちりした野球したいかなと。で、小沼はね、勝利。グッね。で、小野登場、ゲレーロ・マスターとね、しっかりリリーフ、ヒット打たれながらもね、なんとか、しのぎ切ったかなと。で、広島はね、この、7回、ワンアウト1、2からマクブルームね、この6-4-3ダブルプレイっていうところ、ここで一本出てればね、ちょっと変わったかもわかんないけども、あそこ最後ね、アウトコースストレート。当時はね、やっぱ今年はね、ストレートをね、きっちり対角線投げれるっていうところで、よりスライダーもいけるし、やっぱ去年、一昨年までやっぱり、スライダー頼みっていうところあったけど、ストレートがね、いいね。あとカットボール系の曲がりが遅いっていうね、ところも非常にね、成長してるピッチングだったかなと。まあ、結果ね、2勝1敗で、ロッテの勝ち越しでした。さあ、この、交流戦、開幕カード、6試合、ね、6カード、の中で、一番ビッグで、一番面白く、こんなこともあるんやなっていう、この試合を最後のカードに持ってきました。ヤクルト対日本ハム、24日3対1でヤクルト、25日7対6でヤクルト、そして26日9対6で日本ハム、結果2勝1敗でヤクルトの勝ち越しっていうところになりましたけども、こんな試合あるんやっていうね、試合になりました。これ24日はね、佐々木日本放送の予備解説っていうところでね、待機しててね、神宮球場で見てましたけども、3対1でヤクルト。ね、日本ハム先発加藤、7回87球5安打5三振、1四球無失点と、まあ、制球力、緩急、抜群、グッ防御率も 2.30、安定感あるし、まあ、まあ、結果論になるけどもね、変えなくてもよかったのかな。まあ、でもリリーフもいいからね。っていうところはね、あるけどね。ヤクルトはね、先発最数2度。5回91球、4安打6三振、1球1失点と。もうワンチャンスね、ワンチャンの5回をものにされたけども、全体的にはストレート、チェンジアップ、グッピッチだったと思います。で、日本ハムはね、全体的にしっかり振れて、粘り強く打席を送ってることっていうのがね、こういった後期につながったかなと。まあ、5回表もね、ワンアウトから石井がセンター前。で、加藤がね、初球、バスターエンドラン、レフトへ、グッと。で、この加藤はね、1打席もしっかり振って粘ってね、フォアボール取ってるように、打席立たないのに、ほんとバッティングいい印象あるし、セリーグの選手もね、見習わなきゃいけないなっていうね、ところあるけども、それね、初球エンドランね、きっちりレフトに持っていくっていうセンス、バッティングの能力、グッと。ね。で、その後ね、朝はもうこっから10球粘ってね、フォアボール。で、松本がね、レフト、犠牲フライで1点取るんだけども、まあ、こういったところもね、やっぱこの加藤の初球、その前1打席の粘り、で、浅間も粘りながら最後ボール球を振らないっていうフォアボール、選球が粘っていく姿勢っていうのは、非常にこの試合ね、日本ハム全体、チーム全体的にね、いいところが見えたんじゃないでしょうかと。で、ヤクルトはね、ほぼチャンスなし、もうほぼノーチャンスで、もう俺だから途中でね、会長になったから、1対0の状況で、あ、もうこれ勝つなと。日本ハムはね、こう流れ的にも、ヤクルトもノーチャンスだしって言ってね、帰った後起こった出来事で、ね、の中でっていうところはあるけども、まあ、ヤクルトもね、2回の裏、2アウト1塁からね、長岡の、セカンド内安打、ね、石、ナイスプレー、ね、あれでもセカンドトスしてね、セーフ、まあ、仕方ないね、でもあれよく止めたね。で、そこでね、2塁ランナー沖が3塁オーバーランして、タッチアウト、ね、6号、タッチアウト、っていうところでね、3塁コーチャー、バーッと、回してて、いきなり止めても止まんないよ。止めるジェスチャーも、ちょっと微妙だったね。全体的になんか薄くて。もっとハードに止めなきゃ。あれは青木は止まれないよ。見えないからね。コーチはバーッと。で、7回裏、青木、レフトでね、ヒット打ったんだけども、セカンド回っていって、ね、タッチアウト。セカンド石、タッチ、よかったね。タッチしに行くんじゃなくて、もうベースのところに置いとく。グッチ。あれですよ。あれしに行ってたらね、足が入ってセーフだったかもしれないけど、置いとくことによってアウト。ね。で、リクエストね、青木が、青木、もう、あそこは潔く、アウトになろう。もう、アウトじゃん。ね。気持ちわかるよ。でももうあそこは潔くアウトになろう。ね。でも石、素晴らしいタッチね。日本ハムはね、10回表、ノーアウト満塁。ここでね、今度から田口に交代して、清宮三振。で、万波ね、ショート、ライナー。あれも低めに投げてるからね、スライダー、田口がね。で、宇佐美、最後三振。田口、ビッググーからのスパイラル。いやー、素晴らしいね。気合も入ってても、ってね、あれはすん負けても、ほんとあのまま負けてもおかしくなかった。この好投がね、その後のね、サヨナラに繋がるんだけども、ヤクルトはね、8回裏、2アウトからね、ピッチャー堀、ね、代打内山、センターバックスリーホームラン。これ見てない。もう帰ってた。で、同点に追いついて。
11回ね、ピッチャー北山から村上のね、センター、バックスクリーンへ打った瞬間確定のサヨナラツーラン。全体的にすごい試合だったね。こんな試合あるんやんっていうね。でも俺はね、この中で一つ思ったことがあるんだよね。まあ、ここはちょっと確信持てなかったからどうかなっていうの。宇佐美がね、キャッチャーの。サヨナラホームラン打った時に、村上がホームを踏むのを見てなかったんだよね。もう、北山の方に駆け寄って歩いて行ってる映像だけが流れて、俺その時球場いなかったから全体的に見てないんだけど、ひょっとしたら一塁ランナーいたから、それのホームを見て、もうホーム見るのやめたのかもわかんないって思っちゃったとこもあるんだけども、見てなかったんだよね。でもここちょっとよくわかんなかった。でね、その次の日、ね、25日ね、7対6でヤクルトの勝利っていうところにね、なりますけども、まあ先発、日本ハム先発ね、上原。4回3分の1、63球、3安打、2三振、2四球、無失点と。非常にね、いい形。しかも、二刀流。発揮で、何回だったかな ?5 回か。先頭でね、レフトへツーベース。ナイスバッティング。生きたね、二刀流。ね。で、その後ね、上川畑がセンターヒット。で、松本ね、犠牲フライで1点。っていうところでね、これ1点をもぎ取るっていう。だから日本ハムはね、初回、松本がレフトスタンドでホームラン。いいね。で、4回の表もね、万波が、ノーアウト2、3塁からレフトへね、犠牲フライ、清宮ツーベース、で、野村ライトへツーベースでね、2、3塁、これ清宮はね、なんでホームに帰ってこれなかったんやっていうね、バッと。まあ、一つ擁護するとしたら、まあ、ノーアウトの外野フライはタッチアップだから、セカンドいたのかもわかんないけども、ちょっと判断悪いね。あれはやっぱりちょっとホームにね、帰ってきてほしいよね。というところで、走塁バッと、その後ね、万波の犠牲フライ。まあ、打ったからよかったけど、あれ多分ホームに帰ってきてたら、もう一点ひょっとしたらね、万波が進塁打なんか打ったりしながらね、もう一点取れたかもしれないっていうところを考えたらね、あの走塁がね、バッと、だね。で、5回の裏ね、その上原の二刀流、ツーベース打ってからの、まあ、1点っていうね、ところもあって、完全なペースね。完全な勝ちペース。ヤクルト先発スワレスね、5回79球、5安打43、19、3失点。まあまあ、踏ん張ったけどね。まあまあ、踏ん張ったけどね。っていうところはあるけども、ヤクルトはね、7回裏、オスナセンター前、で、青木フォアボール、で、内山のね、レフトへヒット、ノーアウト満塁からピッチャーね、吉田に代わって宮西が上がるけども、長岡がね、ライトへタイムリー、左から左、いいバッティングしたね。で、ここで代打ね、浜田、ノーアウト満塁からセンターへのね、タイムリーツーベースで、これ一挙3点。ね、で、長岡ね、走塁し、アウトになるけども、この同点ね、わーって神宮がね、湧いてきて、で、これまたヤクルト一気に逆転するんかっていうところで、8回の表にね、ピッチャー大西から野村レフト前ヒット。で、万波のね、ピッチャーフィルダー勝率。あれ、まあ、頑張ってよ、とって。でも、あの体勢、不安定の中、ファーストでよかったんちゃうかって思うけどね、頑張ったけどね、あの悪送球見たかったね。で、ノーアウト、2、3塁になって、一周がね、ファーストライナー。あ、これやっぱ流れまでヤクルト昨日の、ね、田口の、ノーアウト満塁の件もあるし、と思ってたら、ワンアウト2、3塁から、宇佐美がね、きっちり、コンパクトに振って、ね、逆転。ね、この1点、まあ、逆転で勝ち越し、この1点はね、非常に大きかった。と思ったら、8回裏ね、ワンアウト2、3塁から、青木がね、センターへタイムリーヒット。しかもこの時に、ファーストランナー渡辺、牽制アウト。掘り、バーッと。逆疲れてる、通り出てたのかな、サインね、行こうと思ったのかな。でもよくこのアウトから青木打ったね。これ打たなかったら本当負けてたよ。でもその中よ、4対4同点だったってなったら、9回表、ね、ワンアウトから松本ツーベースで、今川がヒット、ワンアウト1、3塁になってから清宮ね、センターへタイムリーヒットで、野村タイムリーヒットで2点取って、ワンアウト1、3塁から問題の場面ですよ。ダブルスチール完工で清宮本塁スタート、だいぶ遅かったね。あれでギリギリだから、もう本当にスタートちゃんと切れてたらセーフだったのにね、ちょっとバタついて、でホームベンチに向かってリクエストお願いします、ビッグボスみたいな、怒ってたんだろうね。でもよ、ここで客観的に考えよう。ビッグボスの気持ちは分かるけども、あそこはチームの勝ちを優先するために、まあひょっとしたらリクエストしてても変わらなかったかもしれないけど、リクエストを俺はした方が良かったんじゃないのかなって、おぼ個人的には。皆さんどう思いますか。その怒りに感情を任せて策として最善を尽くさないのは俺はどうかと思うんだよね。あそこはその怒ることは怒る、きっちりね、おい何やってんだよとっていうのを言わなきゃいけない。でも指揮官として冷静に勝ちに行くためにリクエストする俺は必要あったんじゃないのかなと思うし、でその中で
いやでもベンチから見たらあんなん完全アウトなんやからリクエストしねえよって言うんだったら俺はもう OK かな。まあそれはそれで仕方ないね、判断だからね。でも俺はリクエストしてもよかったんじゃないのかなって個人的に思うけど、ベンチから見ててもあんなもん楽勝でアウトだからリクエストする必要ないよ、だったらまあ仕方ないね。それはいろんな見解が分かれるけども、一番ダメだったのは清宮のスタートがめっちゃ遅かったね。あれ間一髪言ってたら 100% セーフだっただけにね、それは怒る気持ちも分かる。清宮バーッとね、尾骨言っときましたよね、バーッとって。でも逆転したからね。でそしてピッチャーね、北山に代わって宮本ね、デッドボールで、塩見がね、ツーベース打ってノーアウトにしたのにどうなるんやっちゅうとこで、山崎がフォークボールかね、落ちきれないやつとライトへさよならホームランね、素晴らしい。山崎グッズビッググーからの流星グーね、さよならね。ここで俺は昨日のその前日のやつが確信に変わるんだけども、宇佐美結構長いこと映ってて、まだこれもピッチャーのところ駆け寄っていって、ね、歩いて山崎の本塁踏むところ多分 100% 見てないと思う。バーッとやっぱキャッチャーはそのサヨナラ場面ホームラン打たれても何してもやっぱりホームベースをちゃんと踏まないことないと思うけど、ちゃんと踏むのを確認してから離れなきゃいけないんだよ。俺前の俺の動画でもなんか動画でも言ったけどね、やっぱそれをやっぱ怠ったらいけない。キャッチャーとしてのね、職務だね、最後の責務でもあるね、最後やらなきゃいけない。それをね、審判と一緒にホームを踏むのを確認してから、それでもうゲームセットだから、そういった面でもやっぱりそういったところをやっぱこう打つとか投げるとかも大事だよ。大事だけども、そういう基本的なことも やらなきゃいけないから、宇佐美はもうちょっとそういうところも勉強しなきゃいけないし、それはやっぱ2試合連続でそうなってるってことはやっぱ誰か言わなきゃいけない。そういったところではね、ちゃんとサヨナラ打たれてもホームの踏んだのを確認してからっていうのはやんないと、万が一踏まない可能性もあるからね。マレーロみたいにね、もしくはミスター長嶋さんのようにね、あるから、そういうのはやっぱり確実に 100% もう 99.9% 踏むけども、それを見るっていうことをやっぱりキャッチャーとしてはやらなきゃいけない。それはね、強く思いましたね。さあ続いて26日の試合、9対6で日本ハムの勝ちということでね、13安打12安打打ってね、またこの終盤この8、9、10で日本ハムは7点取ってね、ヤクルトも2点で、ね、追い上げるけども、まあ、こんなね展開がもう解説しようがないけどね。まあ、この試合ね、日本ハム先発伊藤、6回105球、7安打6三振、8球4失点と。で、ヤクルトもね、小川、7回3分の2、103球、7安打3、三振、無四球、3失点とね。っていうところで、まあ、初回ね、松本のレフトスタンドツーランで、まだいい形でね、先制するんだけども、まあ、すんなりいかないのがね、この試合っていうところで、まあ、7回、2回裏ね、7番太田、2アウト1塁からレフトへね、タイムリーツーベース打って、1点返して、でね、4回裏。これね、だからこの伊藤、この、村上中村にフォアボールフォアボールが痛かったね。その後ね、浜田センターフライでアウトになったけども、ワンアウト一三塁から太田のねセーフティースクイズ成功で、長岡がねあのファーストへの勝ち越しタイムリー、あれ審判当たらなかったらねレフト抜けてたからランナーね2、3塁になってたんちゃうかって思うけどね、この長岡がファーストだからヤクルトとしてはちょっとアンラッキーだったね。でその後小川がワンアウト一三塁からセーフティースクイズでまた行くけど、ここは失敗で、その後ねこれで終わらないでね、塩見がセンタータイムリーツーベース打ってここで3点取って逆転の4対2、あこれでまたヤクルト行くんかっていうところでね、8回2アウト3塁から松本がねタイムリーヒットっていうところでね、1点返して、でも8回裏にねしっかり代打の神様川端がね2アウト2塁からの高めのストレートね詰まりながらもねセンター前に落として、あれファールにしないのがすごいよね。でこのまま終わるのかと思ったらマクガフ出てきてね、万波、アルカンタラ、2者連続ホームラングッと万波グッアルカンタラグッやばいね。で追いついて延長ね10回表、ピッチャー木澤フォアボールで盗塁かさんでね、野村の時に、ワイルドピッチで点入っちゃうんだけども、まあ、あれね多分通信向けインコース詰まらせようとしたと思う、中村が。あれね、155キロのワンパン止めれない。そんなの、もう無理よ。めちゃくちゃよ。でも中村、強いて言えば、もうちょっと早くボール取りに行こう。ちょっと遅かったね。もうちょっと全力でやることやろう。で、万波が今度、その後、野村がね、アウトになるけども、万波がレフトにタイムリーツーベース。あのインコース難しいところ。で、アルカンタラ、ピッチャーホールに変わってホームラン。グッて。だから、松本、万波、アルカンタラ、ガーッ非常に素晴らしい。で、結局ね、4点を取って、で、またここからね、3試合連続、北山、これでビッグボス、グッて。これね、行くぞと。負けたまま終われないぞと。ヤクルト最後やぞと。
さあやられたやり返せって言ってね、で最後ね、まあ1点取られるけども、まあそこのままね、勝ち切ったっていうところではね、非常にこういうのもね、期待も信じ、乗り越えていかなきゃいけないから、俺はこういうね、起用法好きね。それにね、期待はしっかりね、この経験を生かして、その後ね、勝ち切ってもらいたい。ヤクルトもね、マクガを出して、そのまま逃げ切りにね、行かなきゃいけなかったところの、まあでもこれお互い様ね、期待はもう打たれてね、どっちもどっちの、あの、試合でね、この、これは、ひょっとしたらよ、あの、この1年間のベストカードかもしれない。この3試合。こんなことあるんやなっていうね、まあ本当にね、ファンの皆さんもね、疲れたと思いますけども、非常に面白い展開でした。まあ結果ね、2勝1敗で、ヤクルトの勝ち越しっていうところになりましたね。さあ、ということでね、交流戦、初戦のカードね、全カードお送りしましたけども、まあ今日からね、日本ハム巨人、楽天対ヤクルト、西武対 DeNA、ロッテ対阪神、オリックス対中日、ソフトバンク対広島っていうところのね、カードになってきますけども、ちょっと申し送り事項今日、なしですいません。ちょっともう、今から、札幌に行かなきゃいけないんですよ。今日、試合、あの、解説で、テルトーさんで、あるんでね、行かなきゃいけないんで、今日朝6時から起きて、もう、試合も見ながら、この撮影もしながらもう4時間ぐらいやってるんですよ。これ一人で家でだからね、ちょっと試合も見てやってって申し訳事項言いたいんですけど、もう今から用意していかなきゃいけないんで、ちょっとすいません、申し訳事項なしで。じゃあ一つだけ言います。申し訳事項、全球団、日本ハム巨人楽天楽天西武 DeNA ロッテ阪神オリックス中日ソフトバンク広島のファンの皆さん、交流戦負け越したら終わりですよ。3連敗だけは避けてください。全カード負け越した皆さん、今カードは絶対勝ち越さないとやばいですよ。気合い入れて金曜日頑張っていきましょう。申し送り事項でした。ということで、今日の申し送り事項終わりです。総チェックも終わりです。それでは札幌行ってきますんで、皆さん週末もプロ野球楽しんでいきましょう。それでは行ってきます。